突然ですが、画面の前のあなたに宣伝があります。宣伝が、私、刹那圭介はこのめんどくさいレジェンドの作者である死神さんの過去に作ったフリーゲームである怖くないと怖くない2を実況したことがあります。ここに再生ボタンへ飛ぶためのボタンを置いておくんで、よかったら見てください。よろしくお願いします。よし、宣伝終わった、やろいや、実況していたらね、自分で自分の動画を宣伝したくなるって時ってあるんですよ。今がその時、確かここなんかこんな鳥でできてますやんってところで終わって上に行くところですな。さて、ラスボスは近いぞ、多分な。いきなり高まるとこあるやん。やーい、敵本拠地で100ゴールド拾った。誰が落としたか知らんけど拾ったんやけ、俺のもん。警察叩くんでも俺まだある。なこれ、英雄の薬。俺英雄やけんな、こんなん拾って当たり前やけど、やったー、英雄やけんな。なこれ、あ、回復アイテム 100% って満タンまで回復するんじゃ、すごいな。さすが英雄の薬でないか。もう先頭やん、先頭レベルやん、こんなんなんなん、カリン様ここに来たことある？カリン様が敵におるんか、敵に回したカリン様を。あ、これどっちから行っても生きるパターンだったなぜ2つ道を作った、なぜ2つ道を作ったの。やけに物静かですね。フレーダの声ってほんと毎回毎回さ、初めてやるときはさ、どんな声だったか忘れるんやけど、これで当たったっけ。俺たちに気づいていないのか、気づいてるから出てこないのか。出てきてるや気づいてんだよ。え、王子下がって。これどっち、男なんか女、男かな。お、友情国がこの俺様の前で。く、貴様王国のものではないな。そういうお前は王国騎士団長、いや王国騎士団団長様か。ひでえ話だ、俺もこの王国の国民だっつーなだっつーの俺は母ちゃんの奴隷じゃないっつーのって、ジャイアンみたいな言い方したんだじゃあお前のあだ名ジャイアンなこいつのあだ名ジャイアンにします。ま、政府には賛同しねえけどな。神を信じさせ、それだけでは報えないとして、金を貪る教団、教会よりよっぽど政府の方が誠実がいい。ち、俺たちの教会のつながり感づいてやがったか。それよりのび太、野球しようぜ。だが関係ねえな、今のお前は俺たちを潰す用意もなさそうだしよ。大勢のお友達はどうした。お友達今日は友人と私の二人だ。まさかお前、このまま私を騎士団員がいないからと侮っているのか。所詮は女、所詮は子供、俺にかなう実力とは到底思えねえな。ならば私の実力見せてやろう、本気を出させてもらうぞ。そう、ジャイアンめ、こちらがもうフレンドエジめっちゃ上がってる。なな、リミッター解除したよ、リミッターが受け取った。フレンダーお前何者や、スーパーサイヤ人みたいな感じでないか。お前まだ上げてくるな。 MP も上げてきた、 MP20 上げてきた。攻撃力5上昇、5上がった時にどれだけ強いか。フレンダーのまだわあ、ダイヤ引いてる。ほう、仲間、なかなかの妻構えになったじゃんねえか。今のだけで妻構え、つめ面構えまで変わった。これではぜひとも剣を交えたいもんだな。しかしな、今の俺は忙しい、お前らに咲く時間はねえのよ。なんだと、あとは部下に任せることにするわ。スネオ、スネオに任せるか。お前に逃げるのか。逃げる、俺を前にしてそのようなたわむれごとを抜かすやつがいるとはな。ガガガガガ、ああ、いいだろう、逃げた通りでもするがいい。そして逃げた俺のもとに追いつき絶望するがいい。俺は強いぜ。待て、ジャイアン。あ、スネオが2体も。スネオ A、B や。反政府団体の騎士が出現。わあ、スネオリッチやけん、防具が高級そう。攻撃して賠償金払えとか言われたら俺どうしようもないよ。まあ、本気でやるけどね。本気でやるけど。フレンダー行け。フレンダーがこんなに戦闘力上がったお前きっと、ノ王子がさ、全然能力上がってないからね。ちょっとわざわざ覚えた程度やけんな
なんかちょっとのののの王子戦いに関しては、あー死にそう、死にそうになってる。アイテム、久しぶりに使う、初めてアイテム使ったんじゃないだろうか、そんな気がする。今日この頃よし、回復の方が早かった。なあーのののののの王子めちゃくちゃいじめられてる。回復アイテムめちゃくちゃ使うことになってる。待てよ、のののの王子、あー攻撃力はフレンダの方が上やけん、自分で回復、あーまあいいや、速攻撃使ってフレンダの魔法で回復するか。 MP 消費の方がいいでしょ。 V の字切れ、攻撃力下がったけど攻撃力低く、ダメージ、あーのののの王子めちゃくちゃしばかれてるやん。もう一旦回復しろる状態です。フレンダで攻撃、ダブルスラッシュ、やっぱダブルスラッシュの方が強いわ。暴力下げれるとはいえ、あんまのののの王子の必殺の意味ではないような気がしてきた。そんな気がしてきた今日この頃。ダブルスラッシュ使え、ずっと一人目倒したいけど攻撃力低いんだ。あ、倒した倒した、一人倒した、いいよ、一人倒しただけでどんだけ楽なことか、どんだけ楽なことか。よっしゃ、ダブルスラッシュともう必殺は連発じゃん。倒せ倒せ、いいよいいよ、今食いてから入ったよ。 V の字切り倒した、最後 V の字切りで倒したぞ。ゴアスゴアス倒した、ゴアスやつを追いかけよう。はい、まず回復です。まずスキル回復アイテムは温存する方向性、まあ MP 回復しか使うんけん、まあこういう使い方でも分かろうな。これな、これ精霊の魔導石、なんか似たようなアイテム持っとったような気がするけど、似たような名前の持てないか、それはあれか、なんかフレンダにつけたらなんちゃらなんちゃらってやつじゃ、精霊のピアスじゃ、魔導石じゃないとダメじゃ、ピアスじゃないと、魔導石から作ったやけん魔導石でいいんじゃん、魔導石から作ったら知らんけどな。これ氷結の魔導石はこの山の魔物が落とす、これを消して他言するべからず。他言してるやんお前が。お前がタゴンしてるやん。山の魔物って何？え、こいつら？え、またなんかレアドロップ的な始める気？やめてよね。またこいつである。ま、一般兵なんやな、こいつら。攻めろー。攻めろー。とうとうダメージを与える日が来たよ。ふふふ。その王子の攻撃がダメージ取れてなかった、今。気のせいかな。ナイス、ファイヤー、フェイ、ファイヤー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 、喋ることなくなってきた。喋ることなくなってきましたからね。ファイヤー、ファイヤー言ってます。なこれ、あー、めんどくさそうなタイプのやつや。めんどくさそうなタイプのやつや。戻れってか。戻れって私に申すのか。氷結のなんちゃらってあったな。氷結の魔導石だったっけ。精霊の魔導石、氷結のなんちゃらってのはあそこのアイテム取るためだけのやつかな。じゃあいくら持っとん、持てない、もしかして一つも。ああ、氷結の方は2個あるんだ。あ、これ前見てなんかこれ何使うんだろう的なのが嫌いよったわ。あ、そうだ、よう考えたらあれじゃ、俺、あれじゃ、医療表山の猫ストラップ手に入れたけどさ、戻るん、あの、山の方に戻るんをさ、あの、山と同時にさ、医療表山の猫ストラップのイベントをこなそうも。どれやったっけ、戻るやつ、戻るやつ、これじゃない、あ、これか、こっちの方か。城下町じゃないわ。城下町、あ、城下町でいいんか。あのおっさん、あのおっさんのとこ行こう。どこだったっけ、飲み屋、飲み屋だった、飲み屋だったっけ、ちゃうわちゃうわ、こっち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 におった、あいつあいつあいつ、ストラップ持ってきたよ。多分さ、そこの店で行ったらさ、100円ぐらいで買えそうなもんやのにな。う、持ってるだと、やるなお前、いいだろう、我が侍神剣教えてやる、侍神剣を覚えた、やったー、フレンダさんにも教えてくださいよ。せっかくやけどフレンダの方にも教えてあげてくださいよ。4回切りつける、こいつより絶対強いだろ。いや、4回も4連撃とか。
武道の心がないのに4連撃とかもうチートでしょ。存在能力高すぎでしょ。ノノノノノ王子行こう。これ何やったっけ。あ、ここでもついてきるんだったな。そういや、どうでもいいや。さーて、どの辺から敵って出てくるもんやったかな。この辺はまだ出てこんかったっけな。で、これ過ぎて、ここじゃ。この辺から結構敵出てきよったわ。それよりセーブしておきたい気がするけど、まあいいや。こういうのが、ね、落とすんだ、確か。こういうのが落とすんだった。そうだったような気がする。そうだったかな。じゃあ、氷結の方だった。そっちもアイテム取れるって意味ではいいんやけどね。氷結で開くあるやつ、100個あったけど15個手に入れたら全部拾える返済になるかな。氷結結構手に入りやすいや。氷結は1体倒したら1個出てくるパターンなんかな。だとしたら楽ですが、あと1個で1個開けれますもんな。宝箱、ああ、出てこんかったよ。そんなこと言ったら出てこんかったよ、チクシは。ファイヤーファイヤー、あら、出てこんようになった。あれ、なんか出てこんようになったよ。ファイヤー、絶対ファイヤーじゃないな、今の。てか出てこんな。あ、宝箱開けてないやつあった、なんか。宝箱開けてないやつあったわ。なんかしなきゃ宝箱開けてないやつ見つけてもだ。あった、なんか運いいな。てか出てこいよ。アルコールゼロだった。てか俺どこ行ったら、どういったもの山のふもと行ってるんだろう、忘れてるんだろう、ここじゃな。氷結、氷結のやつ、氷結のやつ出てこん。氷結のやつが、早く出てこようになった。俺ちょっと今日薬味な。序盤よく見えて薬味だったか。5個目が出てこないよ。なこれ、なんだったっけこれ。無駄な魔力の邪魔があるやつ。あれ出てこいよね。あれほんと出てこようになった。どういうこと、なんか、これがもう魔術的なもの。あるような気がするけど。出てこーなーず。おかしいぞ。なんかおかしいことになってるぞ。あはなんかやっべえな。全然、全然出てこないけど。なんか知らんけど全然出てこないようになったことになる。わーい。やったー、ようやく出てきた。もう確率的なんかどうかしてるぜ。確率がどうかしてるぜ。あいやー。もしかしてこの辺の上の段よりも下の段じゃないとダメなパターンのやつだったかもしれんな。けどもう言うけどさ、氷結じゃなくて欲しいわ。精霊のなんちゃらやけん。全然入らない。まあこの辺でちょっといろいろ、あれあんな宝箱取ってなかったっけ俺。取ってなかったっけあんな宝箱。全然覚えてないけど。てか、ノノノ王子すごいしまかれてる。50ゴールドか。そんなにいいもんでもなかったね。あ、アルコールゼロメニューでしか使えんのか。だったらメニューでバンバン使っといた方がいいパターンだった。なるほどね。どうにさっきは戦闘でアルコールゼロとか出てこなかったなと思った。氷結バンバン出てくるやん。ここら辺でやったらバンバン出てくるやん。なにこのさ。もう氷結自体や、出てこなかった。氷結自体とか言うだけに出てこなかった。今だけ、今だけな。氷結ばっかやるよな。精霊の方出てこんけどな。今いくつ持ってる ?9 個もあるわ。いい数。ファイヤー、どんどん戦うわ。氷結10個目。よし、セーブしたけどセーブポイントどこにある？確かこの中にある。あるよね。全回復もできるで。いちいち回復アイテム使う必要なかったやん、これ。よく考えたら。なんか俺すごいもったいな。アルコールゼロ2回使ったぞ、俺は。よっしゃ。とりあえず今回はこの辺で、次のパートはバンバンカットして、バンバン集めるところをカットしますよ。というわけで今回はこの辺で、週明け。やっとが変わった。